お疲れ様でした。あ、どうも。B 級1組、人生2回戦、大下田七段との一局を制されました、大下田九段にお話を少し伺います。お疲れ様でした。よろしくお願いします。あの、ダイレクト向かい飛車の序盤になりまして、まあ、6号角の将棋になりました。あの、大下田とは11年前もですね、同じような類型の将棋があったかと思いますが、あの序盤の形は、指されていかがだったでしょうか。なんていうか、結構この形になれば結構こういう進行になるっていうような、まあ、展開の出だしだったと思います。まあ、そういう意味ではちょっと序盤の定石っぽい感じかなと思いました。自分有休明けて歩なって銀なって、まあ、手抜いて長考されてで7四歩という局面の力強く、攻めた局面があったかと思いますが、あのあたりは手応えとしてはいかがだったでしょうか。いや、そんなに生産があったわけじゃないんですけど、まあもうしょうがないかなと思って踏み込んでいって、まあ難しい、そうですね、際どい感じなんじゃないかなと思ってずっと指してました。あの感想戦でもいろんな変化をやられてましたが、終盤もう角打ったあたりはかなり勝利に確信したような局面だったという感じだったでしょうか。角4三角、はい、そうですね、4三角打った局面はちゃんと指せば残ってるはずだと思ってやってましたね。はいはい、ちゃんと指せば残ってるはずだと思いました。B 級1組、2回戦を終えられて2連勝スタートで、まあ、まだまだ先は長い、まだ10局残っていますが、3回戦以降に向けて、まあ、雪吹きを多くのファン皆様は待望されております。3回戦以降に向けて順位戦の抱負を伺えたらと思います。そうですね、まあ長丁場なんで、はい、まあ1局1局しっかりさせていけたらなと思ってます。はい、少し失礼なんですが、本局ご体調ちょっと崩されて日程変更を迎えた一局でした。ご体調の方はいかがでいらっしゃいますでしょうか。そうですね、まあ療養ずっとしてたんでだいぶ回復しました。はい、ちょっといろいろ関係者の皆さんがだいぶご迷惑をおかけしました。ありがとうございます。という中で6時間の順位戦という一局でした。今日一日そのあたり影響みたいなものは見てる側には全く感じない曲だったと思いましたが、そのあたりいかがだったですか。そうですね、もちろん普段通りって言い方はちょっと語弊があるんですけど、いつも指している6時間の勝負のつもりで、やっていたので、そんなに大きな影響はなかったのかなと。今月近く、王座戦の挑戦者決定戦もあります。相手は永瀬九段にありました。この大一番に向けての、抱負と、また永瀬九段についてお一言伺えたらと思います。そうですね、すごい実績のある人でもありますし、それまでの時間で自分もコンディションを整えて、大一番を迎えられたらなと思ってます。はい、今日も同時視聴2万4000人以上の方がですね、この対局をに熱視線を送っておられました。会長職とプレイヤーと両方を求めてもう1年以上の、時間が経ちましたけれども、改めてその、2つを両立させて戦っていくということに関して今の先生のお気持ちを伺えたらと思います。そうですね、もちろん対局もしっかり指さないといけないと思ってますし、運営の方ももちろんいろんな課題があるので、うまく切り替えて、そうですね、両方うまく両立できたらなと思ってます。はい、お疲れのところ申し訳ありませんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。
疲れでした。